広範囲にわたる数量の比較をする場合には、対数スケールがよく用いられる。対数スケール上で等間隔に区切ったそれぞれを、英語では、オーダーオブマグニチュードと言い,い、日本語に訳せば、オーダーあるいは、桁などとなる。それぞれの区切りは、その前の区切りから見て、一定の比率となっている。その比率は、一万、千、十、二、千、二十四、イピア数などが用いられ、 特に10の類状がよく用いられる。日本語では10の類状によるオーダーオブマグニチュードを特に指標という。本校ではこの指標について詳述する。指標は大まかな比較に用いられる。ある2つの数値の指標が1違うならば、その2つの数値のどちらかはもう一方より10倍程度大きい。に違えばおよそ100倍になる。指標が同じ2つの数値は、 同じ程度の大きさであり、その差は10倍未満である。直感的に言えば、指標はその数値の桁数である。より正確には、その数値の常用対数の整数部分が指標となる。例えば、400万の常用対数は約6.602なので、その指標は6である。指標は、対数スケール上での大まかな位置を表す。右の一覧に掲げられている各ページには、 物理量ごとに様々な数量をオーダーオブマグニチュードで分類したリストが掲載されている。これはよく知られているものの大きさの直感的な感覚を得るのに役立つ。各ページには SI 単位が SI 窃盗時と共に使用されている。SI 窃盗時もまたオーダーオブマグニチュードの一種である。規模の異なるオブジェクトの例。ありがとうございます。